スターター台上に上がります。オープン馬8頭による1870メートルレース、ファンファーレです。ファンファーレが鳴りまして、これから各馬のゲート入りですが、先にゲートに入れようとしているのは4番鶴丸ビビットであります。ちょっとうるさいところを見せております。長島騎手と初めてのコンビを組みました田中道夫厩舎の管理馬鶴丸ビビット、すでに園田では2勝しております。鶴丸ビビットがようやく体半分ぐらい入れました。あと一息です。これがゲートに入るのを待っている他の7頭ですが、今北摂サンデーがゲートに収まりました。現在4連勝中、重賞レースは2連勝しております。エイシンブラが入ってきました。川原と2度目のコンビ、ダイナミックグロー内田敏夫、初めてコンビを組みました。園田で5戦5勝のクールフォーマーがゲートに収まりました。キヨミラクルが入りました。昨年の優勝馬、そして最後にこれからタガノバロット、8番のタガノバロットが今最後にゲートに収まりました。お待たせいたしました、第10競争スタートしました。おっと、3番ダイナミックグロはダッシュがつかず、4番鶴丸ビビットと共に候補。さあ、やはり行くのはプヌピニヨー君です。キヨミラクルがここはもうすんなり控えました。2番手、3番手につけたのは7番北摂サンデーでした。展開が早くもばらけていきます。1周目の第3コーラーのカーブにかかりました。先手を取ったのはプニプニヨー君です。54キロ、大垣騎手と初コンビ。プニプニヨー君がこのレースを引っ張ります。第3コーナーから第4コーナーへと向かっていきますが、キヨミラクルが2番手につけております。いい感じでキヨミラクル。そして内ちょっとかかりながら、エイシンブラン、58キロ、川原。そしてその外が7番の北摂サンデー。北摂サンデーをあえて逆らわず4番手から行きます。その後8番タガノバロット、あとに6番のクールフォーマー、内から3番ダイナミックグロー、1頭遅れて最高峰4番鶴丸ビビット、マイクロ本前今8頭通過、あと1周いたします。先行しているのは5番のプニプニを組んでしたが、しかしこれをもうかわしていきました。1番のエイシンブラン、58キロを背負って川原と2度目のコンビ、2コーナーのカーブ、800を通過しております。先頭から最高峰まで13、4馬身があります。ここはエイシンブランが完全に先頭、5月の兵庫チャンピオンシップに勝った馬です。さあ、この辺りから一旦4番手に下げた北摂サンデーがスパートします。ここでレースが動きます。後方からダイナミックグロー、これも追い上げる。もう4頭5頭1段となった。上りから下りに向かっていく。先頭は7番北摂サンデー、その外に3番ダイナミックグロー、ここは1番エイシンブラン、4番手に交代、3番手には6番クールフォーマーが追い上げております。4コーナーのカーブ、ここはもう北摂サンデー、勝てば5連勝、重賞3連勝となります。抑えたままで木村、7番北摂サンデー先頭、続いて3番ダイナミックグロー、外から6番クールフォーマー、クールフォーマーが追い上げてきた。これが先頭に並ぶ、かわすのか、かわすのか、北摂サンデーとそしてクールフォーマー、馬体があった、並んだ、ゴールイン。もう身の騎士の手が上がりました。北摂サンデーを捉えたのは6番クールフォーマーかという感じ。ダイナミックグローはあと一息、なんと 53.5 キロ、ハンデ差は 4.5 キロありました。もうゴールに入った時には身の騎士の手が上がりました。7番北摂サンデーと並んでゴールに入りましたが、わずかにクールフォーマーかという感じ。となればこの馬は園田で6戦6勝ということになります。直線のリプレイ、ゴール前、北摂サンデーが 3,4 コーナーで先頭に立って、木村必死に逃げます。しかしこれをまた渾身の追い込みで身の騎士を、最後は頭一つぐらい6番のクールフォーマーかという感じがします。うちは7番北摂サンデー、これから1馬身4分の1ぐらい遅れて3番ダイナミックグロー、これは3着、勝ったのはクールフォーマーかという感じですが、ちょっと微妙ではあります。美濃騎手の重賞レースはなんと12年半ぶりということになります。美濃騎手の重賞レース勝ちは12年半ぶりということになります。
第10競走信州賞でした。確定まではもうしばらくお待ちください。